見つめ。図書館の中にこんな部屋があるなんてな。まさかここがリサさんが言ってた禁書エリアってわけじゃないよな。それにしては雰囲気がそれっぽくないよな。それとも物語によく出てくる人に知られたらまずい秘密を隠してるから立ち入り禁止にされた謎の部屋とかか。それもそうだな。さっきは普通に入れたし、ロックが壊れたとかでもなさそうだよな。あれ？待てよ。このドア、オイラたちがさっき入った時に通ったやつと違うぞ。ここって本当にまだ図書館か？そんな構造になってたのか。すごいぜ。で、違う！どう考えてもありえないだろう。リサさんがお休みじゃなきゃ聞けたのに。まあせっかく来たわけだし、別に危ない要素もなさそうだから周りを見て回ろうぜ。新しい場所に来たらまずは思いっきり自由に探索すること、これがいいガイドになるための秘訣だぞ。ふふん。見ろよ、狼のぬいぐるみだ。すっごくかわいいぞ。モフモフで触り心地も良さそうだな。でも一体誰がここに置いたんだ。恐れを知らぬ旅人よ、よくも我が城に侵入したな。全員食べてやる。買おう。ほっとこうぜ。かなり広そうだから他のところも見てみよThank you.
もっと泣きわめく天へと参った笑えると
邪悪を狩り撃つ。装填。そこまでだ。欲張れ。属性を見下ろせ。せい。ふった。は。は。やっと。落ちる。せい。おやおや、お客さんが来てたのか。ここですごく長く待ってたのに誰も来てくれなかったんだ。少し休むだけのつもりがソファーが気持ちよすぎてつい眠り込んじまった。うわ、ぬいぐるみが喋ったぞ。そうそう、ぬいぐるみは喋るものだからな。待て待て、こういう時はまず自己紹介をした方がいいか。二人ともこんにちは。俺はって誰だっけ。え、そんなこと聞かれても。お前寝ぼけてるんじゃないのか。真に受けるなって、冗談だぞ。ちなみにオイラはパイモン、こいつは旅人だ。ふぅ、入ったら何かを忘れてしまう謎の部屋ってわけじゃなさそうでよかったぜ。ごめんごめん、寝すぎたからかずいぶんたくさん夢を見てさ、どこまでが本当に経験したことかってこともわからなくなってるんだ。そうだな、確か今の俺はドアボーイで、ここに来るお客さんを出迎えるのが仕事だったはず。うん、お客さんたち、俺のことはオオカミくんって呼んでくれ。うん。でも夢ならどれも本当に経験してはいないんじゃないか。夢っていうのはお前が想像したものだろ。想像したものって本当に経験したことじゃないのか。お客さんは物知りなんだな。俺にはわからないぞ。恐ろしい呪いにかかって、溶けない氷に心臓を封印されて、果てしない雪原で寂しさに耐えた日々。薄い霧がかかった森の中で白キバと一緒に遊び、金色の蝶を追いかけて月の映る川を渡った毎日。そして凱旋する軍隊の一員として、クラッカーの紙切れを浴びながら女王陛下から勲章を授かる、遠くない未来の栄光を想像したあの日。俺にとっちゃどれも本当に経験したことと何の変わりもない。直近の夢も覚えてるぞ。見違えだ別れになった花園の中で、魔女の姉ちゃんが俺にこう言ったんだ。これからあなたはドアボーイよ。ちゃんとお客さんをもてなしてあげてね。そしたら俺はここに来てたってわけさ。ね、さっきも言ったけど、ずーっと待ってようやく二人のお客さんを迎えることができた。これでやっとドアボーイとしての責務を果たせるな。他に何か聞きたいことはあるか。お前が言ってた魔女の姉ちゃんって誰なんだ。夢の中のキャラクターっぽいけど、なんか不思議とそれだけじゃない気もするぜ。魔女の姉ちゃんは魔女の姉ちゃんさ。お客さんもお客さんだろ。魔女の姉ちゃんと友達。ああ、そうそう、魔女の姉ちゃんの友達も魔女だったんだ。みんなすごい魔法知ってたぞ。創造の魔法、それに幻の魔法。羽ペンで魔法を使ってた魔女の姉ちゃんは不思議なインク瓶を持ってて、中には幻想の真実が入ってたんだ。こっそり舐めてみたけど、すっげえ苦かった。でも他の姉ちゃんたちはその魔法が気に入ったみたいで、創造の魔法を使って幻想の真実を真実の幻想に変えてたな。一体どうやってやったんだろう。俺にもよくわかんねえや。だってただのぬいぐるみだしな。
考えるのに使う部分はきっと綿と毛糸でパンパンだ。他に何か聞きたいことはあるか？オイラたちは図書館にあった今まで開けられなかった扉の向こうからやってきたんだけど、ここは一体？ここは招待されたお客さんだけが入れる特別な部屋だ。二人ともおめでとう。二人はこれで資格をゲットしたってことだから、他の友達を招待することもできるぞ。そうそう、すぐ片付けて温かいお茶とデザートを用意するからな。デザートは甘めのやつでいいか？うん。で、違う、オイラはここは一体どこなんだってことを聞きたかったんだ。オイラたちはまだモンドにいるのか？おー、難しい質問だな。ここは魔女の姉ちゃんが魔法で作った部屋で、俺には魔法がわからないし。でもドアボーイとして保証してやるよ。ここは安全で居心地のいい場所だってな。二人がここで楽しく過ごせること祈ってるぞ。他に何か聞きたいことはあるか？お客さんのパフォーマンス本当に最高だったぞ。つい見とれちまった。で、パフォーマンス？うん、魔女さんが言ってたんだ。物語の本にあるページはそれぞれが現在の一部なんだってさ。きっとお客さんは特別で、だからこそ物語の主人公として舞台で華麗なパフォーマンスを披露できたんだと思うぞ。手に汗握る戦闘シーンってのは一部の物語にとっちゃ欠かせない香辛料みたいなもんだからな。もちろん俺もそういう話が好きだ。もしお客さんの華麗なパフォーマンスを本にするとしたら、どんなタイトルがいいだろうな。戦記、激戦録、制服記、それとも戦闘編？どれも捨てがたいな。とにかく、もしお客さんがこれからもみんなにさっきみたいな素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるなら、いや、ぜひ見せ続けてくれ。そして現在の物語のページをどんどん残してくれたら嬉しいぞ。他に何か聞きたいことはあるか？謎は深まるばっかりだぜ。でも狼くんも悪いやつには見えないし、きっと大丈夫だよな。それにテイワットを旅するにはやっぱり度胸がないとな。冒険者っぽいセリフだな。ひひ、当たり前だろ。オイラたちは正真正銘の冒険者だからな。ドアボーイとして俺ももっと頑張らないと。疲れたお客さんに休憩の場所を提供して、元気いっぱいで新たな冒険を始めてもらえるように努力するよ。お客さんたちももし疲れたらここに戻って休んでくれよな。俺がもてなしてやるぞ。準備がまだ終わってないからもうちょっと待っててくれ。もしよかったらもう一回舞台に上がってパフォーマンスを披露してくれ。報酬として宝箱からおもちゃの勲章がもらえるぞ。戦いの途中で休む機会が与えられるなんて、私にとっては珍しいことだ。そんな習慣はないからな。だが、あなたのペースに合わせるとしよう。今回は私の単独行動ではない。何はともあれ、ここは休憩所として申し分ない場所だ。他に話したいことなんてない。なんだい、その表情。初対面でもあるまいし。話したいことがあるなら隣で聞いてやれ。これで満足かい？
反骨精神を持った姫に関する物語が読みたいんだ。邪魔なスカートを脱いで馬術や剣術を覚えたり、それか薬学を身につけたりするような姫のな。自由に生きて、悪党が来たら自ら相手を追い払い、自分の力で民と王国を守るんだ。いっそ自分で書くか。今から休む？ああ、私も賛成だ。確かに君は疲れているようだからね。自分のことを正しく認識するのはいいことだ。歩みを緩めてこそ遠くまでたどり着ける。コーヒーキャンディーを持ってきたんだ。君に一つあげよう。さあ、どうぞ。次の戦いが始まるまで私はここで少し読書をしていよう。新聞の類は進めないでくれ。短い休憩時間の暇つぶしに最適だということは私も理解している。だが気に入らなくてな。厄介な敵なら私に任せてくれればいい。誘いを受けてここまで来た以上、あんたがやりたいことに力を貸すよ。舞台上と舞台裏、どちらを担当するかってことについてはあんたが指示してくれ。私なら何でもやれる。程度の低い相手ばかりだ。君がもてなしてやるといい。だが油断はしないように。くれぐれも警戒を怠らないでくれたまえ。仲間のことに気を配り、守るような習慣を私は持ち合わせていないのでね。手に負えない相手に遭遇したらすぐ下がるといい。そういうのは私に任せてくれ。こういう挑戦も悪くない。若いうちは仲間たちといろんなところに行って経験を積むべきじゃ。かつてわしは一人であの奇妙な遺跡に落ちた。話し相手もおらんし、頼れるのは自分だけ。あれこそまさに挑戦と呼べるものじゃろう。じゃがああいった挑戦は経験しない方がいいと思うがな。準備がまだ終わってないからもうちょっと待っててくれ。もしよかったらもう一回舞台に上がってパフォーマンスを披露してくれ。報酬として宝箱からおもちゃの勲章がもらえるぞ。
見切りました。助け出し参上。真理は循環する。さよなら。さっ、よっか。稲光、すなわち永遠なり、逃げ道はありません。せっ！へえ、パフォーマンスも順調みたいだな。もしお客さんが新しいパフォーマンスのコツ、つまりかっこよくて優雅な姿勢を学びたいなら、友情の証として宝箱から獲得したおもちゃの勲章と交換しよう。友情っていいもんだよな。この単語を聞いただけで心も胃袋も温かくなる気がするよ。最高の仲間の話になるたびに非常食ネタを持ち出そうとするんだよな。話を戻すけど、おもちゃの勲章と交換って言ってたよな。おもちゃなのにそんな価値があるのか？信じることさえできれば、おもちゃの勲章は黄金だって超える価値を持つようになる。それこそが幻想の魔法のコツなんだって魔女の姉ちゃんがよく言ってた。俺にはよくわからないけど、まあパフォーマンスのコツも魔女の姉ちゃんに願い事をすることで手に入る知識だから、姉ちゃんがそれでいいならいいんじゃないか。それでも安心できないぞ。だって物語じゃよくあるだろ、軽い気持ちで魔法使いに願い事をしたら後から払えない代償を求められたり。お客さん、何の心配もないって。第一、そもそも魔女と魔法使いは違う。それに代償にはおもちゃの勲章を支払うんだからさ。そうなのか？そうさ。それに魔女に願い事をするのはこの俺なんだから、仮に他の代償が必要だとしても払うのは俺だろ。俺もお客さんのパフォーマンスが好きだからやりがいがあるさ。あれ、そういえば物語の本の白紙ページはあと何枚だっけ。ああ、二人は心配しなくていいぞ。たとえ今の分全てが埋まったとしても、後からまた新しい白紙が追加されるからな。楽しみにしてるぞ、全てのページが物語に満たされる日を。多くの後輩にとってはわしも伝説の人物と言えるんじゃぞ。妙論派の教材にもわしの経歴が載ってるほどじゃ。じゃが、みな伝説の人物が自分の生活に現れるのにあまり慣れておらぬようじゃな。誰もわしの講義を選択せんし、論文テーマに注目する者も一切おらん。研究経費もなかなかもらえぬ。もし一時代前の先輩が目の前にいたら、わしならとっくにお茶を用意したり、肩や背中を叩いたりしてあれこれ聞こうとするじゃろう。ふん、そんな好奇心が強くて物分かりの良い学生はこの時代にはおらんのかのう。私とカルタで勝負をしませんか？暇な時間を潰せる上、息抜きにもなり、また私も腕を磨くことができます。ただ最後の商品であるお菓子を外から持ち込むことができるのか。うん、なら
神王の下で勝者を祝うとしましょう。覚悟はできましたか？調子はどうだ？これからの戦いで疲れすぎて倒れるなよ。精神をいい状態に保つのは体にもいいらしいぞ。槍術は最も得意な分野ってわけじゃないけど、戦闘中は君を全力で守るよ。急いでるわけじゃないならここでもっと休んじゃおう。猫が眠ればネズミは跳ねる、猫が起きればネズミは食われるってよく言うじゃない。あなたにもともと属するはずのものだったら、どんなことがあっても結局は絶対にあなたのところにやってくるってこと。